先週このニュースが出たときはいよいよドコモが動いたぞというまあそういう空気だったと言っていいと思いますけれどもどうも違うのかもというあたりここからはテレビ朝日経済部演奏記者とお伝えしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですが演奏さんこのメインブランドにメスを入れた ドコモというふうにわれわれ受け取ったんですけれども、はい、その実はこのアハモというのはサブブランドなんじゃないかという声もあるようでですねそうなんドコモ関係者ですらあの事実上のサブブランドですというふうに漏らすほど、まあ、かなりサブブランドの特徴を帯びているんですよね。はい、でこれどういうことかというとこちらで説明したいんですけれども、えー、アハモというこのプランもちろんメインで位置づけましたがもともとはですね ドコモとしてはこの有給モバイルとかの並びでサブブランドとして新設する方向で調整を進めていましたしかし総務大臣がこのサブブランドでの値下げは用途を苦肉だともう意味がないと強く批判したことを受けて急遽このサブブランドという位置づけをメインに持ってきたわけですねメインプランだと いうふうに位置けけたわけなんですよね、はい、ですので、サブブランドの痕跡がご覧のように残っていますべ、はい、てオンラインで手続きつまりドコモショップでこれ契約できないんですよそして今ある家族割などのセット割引も適用されません、はい、さらにキャリアメールも使えない使えるスマホは今まだ未発表なんですけれども今後限定される可能性があります。 まあこういったサブブランド格安スマホの特徴を帯びているわけなんですよねうん、うん、それでもいいから安くしたいんだという方には、はいまあ、あまり問題がないというふうふにも取れると思うんですが、まあ、おそらく、一番の関心の一つが、えー、と通信品質、速度。はい よくそのサブブランドはまああの制限がかかって昼とか夕方混み合うときは遅くなるとかと言われますけれども、はいはい、その点他社と比べてあるいはアハモ行っていかがでしょうかそうですねこれ皆さんよく本当に勘違いされていらっしゃるんですけれども、はい、実はですねこの UQ モバイルと Y モバイルもアハモと同じなんですよというと通信品質は AU ソフトバンクと同じなんです でアハモはドコモの通信回線使うから通信品質も同じということで結構、マスコミなんかでかなり取り上げられているんですけれども、はい、注目されているんですけれども、えー、実はワイモバも有機も同じなんですよ。 はい、これ意外と知られてない。そうですね。はい、まあ、そう見るとやっぱり横並びで同じ土俵になりますよね。実質サブブランドじゃないか、はい、ってことになりますね。いうことなんでしょうね。でも先週の時点でまあドコモがアハモも、えー、新たな、えー、メインの新 プランとして打ち出したわけですけれどもその割に、またこれに戻りますが、はい、なぜこういったこのモニター側の制限をつけたのかこれつけなかったら新しいプランでメインでけけたわでですすそうなんですよこれ別に取っ払えばよかったんですそうなんですよねじゃあなんで残したのかというと同行関係者はこう話しています、はいはい、多くのサービスに対応してしまうとアハモですねみんなアハモに移行してしまうとそうなると結果的に売り上げが下がってしまうということも十分考えられる。 これあのどういうことかというとこっちで説明しますと、はい、あのこの既存プランというのがです、ね、もうユーザーの8割を占めているんですよね。でこれご覧のようにダイオールプランは値段が高いです、うん、ですのでここを契約している人は、まあ、言ってしまえば大口客になるんですよ、ね、分かります、はいはい、で、この大口客がみんなこっちに移行してしまうと当然、売り上げは下がりますよね。そうですねですののここのボトルネックを あえて残したんじゃないかということが透けて見えます。はい。じゃあ、はい、まあ最後の質問になりますけれども、はい、今後まあ一番大きなドコモが下げてきたということで、あとは KDDI ソフトバンクがどんなふうに追従するかということを注目されています。はい、このあたりいかがでしょうか。そうですね。あのー、やはりですね、まずはアハモにどれぐらいの反響があるのか様子見といったところですね。ただ大手2社が注目しているのは次です。既存プランの値下げです。今月中に発表予定。 なんですけれどもこれが今まさにですね値下げ幅をどこまも調整をしていましてでこれで大なたを振るってきた場合ですね当然、こっちにも大口客がいますから顧客を守るために大なたを振るってきた場合はこっちもこう下げざるを得ないということになって値下げ競争が。 大幅な値下げ競争が始まるかもしれないと。<ー>そうするとやっぱり渡辺さん、はい、メインの戦い、つまりユーザーにとってのお楽しみはこれからのようです。そうですね。あのメインブランドとサブブランドってよくあの航空会社で例えると、メインとそれから LCC、これはあの例えるケースがあるんですけど、この四割値下げをさせたい政権としては本当ならば上のその本体のメインのところをその誘導して。 値下げさせたいという考えなわけでしょそうですね。はい、まさに、ここで値下げをして、多くのユーザー占めてますから。やはり値下げの恩恵を受けるのは、ここの値下げなわけですよね。まあ、これからですから、まあ、年末、年内にありそうなんですか、そのドコモの新プラン。そうですね。今月中に発表ですので、ただ、これがどれぐらいの値下げ幅になるのか。1000円なんていう声も聞こえてくるんですけれども。さん、情報入ってますか。はい、いや、ただね、これがですね、わかんないですよ。 あのやはり、アハモへどれぐらいの反響があるのかとかそんなに下げなくていいだろうとうここでインパクトがあるんだからこっちはそんなにメス入れなくていいんじゃないのなんてことももしかしたらあるかもしれないんで、ね、なんか微風の小さい風の値下げ競争になる可能性だってなくもないかなっっていう <laughs> ちょっと分かんないですね政府も含めて落としどころ今まさにという感じかもしれませんね。者でししたたありがとうございました